どうも、タイチです。今回、プチ相談シリーズ第3弾に行きましょう。ということで、今回の質問はこちら。ケアレスミスを減らしたい。ということで、まあ、ケアレスミスにね、悩む方いらっしゃると思うんですけど、自分なりのアドバイス喋っていきますので、よかったらお付き合いください。では実際にね、どうやってケアレスミスを減らしていくかっていうとこなんですけど、まず大前提として、そのみんながね、自分自身はケアレスミスをきっとするんだろうなっていう自覚を持っててほしいんです。で、これは気にしすぎてほしくないんですけど、例えばもう一回やったらさ、どうせ大丈夫いけるよっていう気持ちになっちゃう人って結構多くって、何が言いたいって見直しをちゃんとしてくれっていう話なんだけど、じゃあのテスト本番の時にね。そう、でまあそれをまず大前提で思っておいてほしい。で、もう一個は、ケアレスミスを減らすっていう、一番の効果的なことっていうのは、もう反復練習です、とにかく。とにかく反復練習が、やっぱり一番ミスをなくせるとは思ってる。けれど、ただただ闇雲に反復練習してもしょうがないので、その時にすごく大事に思ってるのは、自分がね、まあみんな自身がさ、自分がどういう問題でミスをするのかっていう傾向、自分がミスしやすい問題で絶対人それぞれ違うからさ、その傾向を知ってるかどうか、把握してるかどうかっていうのがすごく大事。例えば俺自身だったら、まあ、いろんな問題ありますけど、数学で言うんだったら、とにかく分数のミスが俺すごく多いの、昔から。今もそう。だから例えば過去問とかさ、問題集解いてる時も、分数があったら絶対2回解くもん、後で復習するって。それはもう普通の問題集でもそう。で、やっぱりミスが多い。で、例えば他の問題を解いてる時でもさ、みんながこうやって問題演習やっててね、ミスする問題あるじゃないですか。そしたら、大体さ、あれ、またこの問題でミスってね、みたいな、気づけると思うから、その時に、こういう問題でミスをするんだっていうのをメモしておく。一番は、その、ミスしやすいなと思った問題をコピーかなんかして、専用ノートを作ったら一番いいの。自分がミスしやすい問題が集まってるノート出来上がるからね、もう最高の参考書ができる、そしたら。そう。で、ミスしやすいなと思う問題を把握して、そこを重点的に反復練習する。そして、過去問とかやってる時に、あれ？これなんか、あれだな、ミスしやすいやつじゃね？って思ったら、絶対に優先的に2回、3回解くの。その50分とかっていう試験時間の中でね。っていうのを必ずやってください。で、もう一つちょっと踏み込んだ話をしていきます。普段ね、みんなが勉強してるのは、もちろんまあ受験生じゃなければ定期テストのために毎日してると思いますけど、受験生だったら、まあ受験本番で得点を取るために勉強してるじゃないですか、今は。でね、じゃあ受験本番で得点を取るためのアプローチを考えた時に、大きく分けて2種類あると思っていて、まず1個は、正確に解く。つまり、ケアレスミスをとにかくしないように正確に解いていくっていうのがまず1個。で、もう1個のアプローチとしては、いや、ケアレスミスはしてしまうと。じゃあ、解くスピードを上げて、残った時間を増やして、そこで見直しとか、やり直しの時間に当てていこうっていう、二つのアプローチが大きく分けてね、あると思ってるんですけど、これ、二番目の解くスピードって方をちょっと意識してほしい。これからは特に。で、どういうことかっていうと、正確に解くのは大事。さっき言ったように、自分がミスしやすいものとかを把握しておけば、正確性は上がっていくから、必ず。でも100じゃない。絶対解いた問題が確実に当たるっていう状態は、受験の緊張感が足されるとやっぱりどんどん下がってしまうので、じゃあ解くスピードを上げておいて、残った時間を増やして、で見直しとかに当ててケアレスミスを減らそうっていう方が、解くスピードを上げておくとね、時間に余裕ができるんで、受験本番の気持ちにも余裕ができます。だからこう普段の勉強でね、まあ、ストップウォッチとか使ってもらって、ちょっと時間を、早く解くっていうところを意識しながら、これからやってみてください。まあ、自分が完全にそのタイプなので、だから俺普段、試験とか、数件とか受けた時もそうですけど、数件とか多分二巡するもん。大体。すげえ早く解くから。そう。だってケアレスミスするんだもん、俺。多分俺、みんなが思ってる以上に俺ミスをするので、その分2回3回やって、で、正確性を上げていくっていうスタイルで、俺はやっていくタイプなんですけど、まあもちろん、スピードが上げにくいタイプ、特に女の子の方がやっぱスピードは上げにくかったりはするので、絶対そうしてっていうわけではないんですけど、ちょっと解くスピードっていうのをこれから意識して、まあケアレスミスを減らすってとこもそうですけど、それとセットでぜひね、勉強してみてください。